はい、こんにちは、ヒロです。ヒロです。デビケンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。で、今回は、緊急企画、激辛ラブを見ながら、激辛ラーメン食っても、ビヨンズの愛が勝って、激辛ラーメン食べきれる説。また、無意味で、意味のわからない企画ですが、今回はだよ今日の9時からもう激辛ラブのミュージックビデオが公開されるらしいんですよ。急だよ、本当に急で。でもどうしても見たいと、我々今ズームかなんで、その会ってそのミュージックビデオ鑑賞会みたいなのできないんで、今回は激辛ラブを見ながら、おのおの用意した激辛の食べ物を食べきれたらビヨンゼの愛が勝ったということなんで、激辛ラブ視聴中に激辛食べ物を食べることができるかっていうのはね、ビヨンゼ愛が強ければ食べきれるという説でございます。まあだから短くて3分45とか、うん、そう、激辛ラブが今何分か全く分かんない状況だから、長くて5分ぐらい、激辛ラブラブね、最初曲入るまで40秒くらいある。じゃあ結構ね、4分半ぐらいあるのかな、ミュージックビデオは。いけるいける、多分。俺ね、蒙古タンメンマジで嫌いなのよ。蒙古タンメンじゃないのこれ。嫌いなのよマジで辛いの嫌だから、本当にやりたくないけども、これビヨンゼの愛が強いってことを証明したいから。証明したい。そう、この激辛ラブ中に激辛ラーメンを食べきって、無事ビヨンゼ愛を確かめていこうという企画でございます。ということで皆さん、また激辛を食べてからお会いしましょう。ということでやっていきましょう。それでは It's Tasting Time。 さあ準備が整いました。一応これ見せとく。これね、おなじみのやつですね、僕の。本当にさ、もうこれだってさ、ソースがさ、もう血と同じ色してたのよ、さっき。で、あとね、口内炎できてんすよ。もうやだ、無理、うざすぎる。さあ、あと1分で始まります。楽しみです。今回私が食べるのは、進撃タンメン。東京タンメン隣監修という、もういかにも辛そうで、しかも最後に進撃ペーストという謎の辛いやつを入れなきゃいけないという、これ本当に辛いの苦手だから、これやりたくないんだけど、本当にビヨンズ愛がどんだけ強いのかっていうのをこの動画を通して見せてやりたいと思います。進撃ペーストを入れていきます。あー辛そう、最悪、辛そう、最悪だ。うわうわ、赤とも美味しくなさそうとか言ったらダメだもんね。4分22秒ですね。勝てるのか。4分22秒にこの激辛ラーメンを食べ終われば私の勝ち、というか、まあ、ビヨンズ愛が勝ったでございます。いきます、用意始め。激辛ラブ、激辛ラブ、できます。一味をこちらのたこ焼きに、平井美を、平井美さん尊敬のたこ焼きにかけていきたいと思います。あ、唐辛子来た、唐辛子来た。あ、ちょっちゃっちゃキッチンボス前の頃寸劇が始まる。かわいい、やばいやばい、めっちゃかわいい。あ、かわいい、ミミ、あ、いいね。おはようございます。いい、あそこは画面がでかいからいい。あ、いっちゃん、やばい、いっちゃん、はいはい、やばい。おはようございます。お願いします。あ、ここは見たな、あ、そう、おはようで見た。はい、あ、待って待って、あの、口内やばい。おやっぱトークボックスだったんだ。楽しそう。いや、曲来たら俺いける気がする。前ここいいね。やばいやばいやばい。あー、すごくさん、かわいい。これ止まったら死ぬ。お世辞なんか言わない。辛っ、辛っ、これ。じゃあお腹いっぱいなんだよね。うわ、前ここ綺麗。もう本当に辛いの嫌だ。西ちゃん、あ、やる、元気になります。取り込んで、コツコツ、美味しい、かわいい、勝てる、これなら勝てる、ビヨンズ愛が今勝ってる。あ、やばい、これコーナーやばい、コーナーやばい、コーナーやばい、コーナーやばい。え、かわいい。え、ミミ。
辛い。あーもうまあやばい、まずい。ごめんなんか今ごめんねポーズ。こっから聞いたことないって嘘じゃん。聞いたことあるやん。うん、舌出すのにめっちゃいいなこれ。これ。あーもうもう。カプサイシン。おい、こんなラップしやんのか。入れすぎじゃね？入れすぎじゃね？あー楽しそう。おう。おいしい。早く早く行って、おつさび。一つも幸せじゃない今。え、でもさ見て見て、終わりそう。やばい、ウィンク来た最後。やばい、アウトロアウトロアウトロ。いける、アイビヨン。美味しいこれ。ほんとやばい。ということで終わりましたけれども、ビヨンズのゲックララブが今終わりまして、見てください、ダメ終わりました。ビヨンズの愛が勝ちました。終わりました。結果見てください、ダメ終わりました。まさかの食べ終わった。お前なんか全然なんだ、お前だけなんか楽だったの。あのマヨネーズに一味って俺食べたことなかったけど普通に美味しかった。じゃあマヨネーズ切りたい。何をマヨネーズかけてんの。え、わかんない、お前だけ何してるのか全く読めてない。とりあえず辛いもん食おうと思った。俺と雄大ここのズーム入ってきた時二人とも泣いてて。ということでどうでしたか、秋の部は成功したと。すっごい良かったね。もう今すぐにでももう一回見たい、ちゃんと。お前は美味しく食事しながら見ただけなのか。いやでもちょっと辛かったんだよね、それは。そうだけどちょっと辛かったの。やっぱ液体じゃないからね、それはでかいと思う。だいぶユーダイと私の結果は、あきらは動画を見て確認してください。そうですね、ちょっと楽しみに見たいと思います。本当にきつかった。あのやっぱ4分でラーメンを食べるのってきついのかな。普通に食うのもきついのに、さらに熱いし辛いし。曲聴けた？聞いたよ、ちょっとコメントも入れながら食ったわ。ちょっと今までで一番過酷な動画になりますね、これは。もうやりたくない。次なんかさ、もう本当に美味しいラブとかさ、ラーメンラブとかさ。ラーメンラブはちょっとでも地雷踏みそうだけどね。お寿司ラブがいい、次。本当にそう、なんか美味しいものでやってほしい。お寿司ラブだったらお寿司食えるかって話だから全然やっていいけど。ダメだ、お寿司ラブダメだ、わさび入る。それは自分で入れるかどうかだろ。甘いチョコ攻めとかきつそうだけど、ね、激甘ラブもそれはそれできついと思うよ、ね、激甘ラブ。俺もうお腹が痛いのよ、ちょっとだから容量的に。普通に俺も全然今回す気ないよ、場を。でお腹いっぱいの中でさ、水めっちゃ飲んだらお腹パンパンじゃん。うん、で今俺回復のために真っ黒に食べてんだよ。お腹ぶっ壊れコースじゃん、お腹パンパン。うん、マジで結構きつかったな。ということで、まあ成功したかどうかは動画を楽しんだ方は分かると思いますと。おい、切れそう。皆さんは真似しないでくださいと。とにかくいいね、ビヨンズ最高。
お前だけ元気だな。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。それでは、はい、バイチュー。